いつもご視聴していただきありがとうございます。富士散歩箇所記録の富士山です。今回私が来た町はこちらになります。南部町ですね。私は現在来たのは山梨県の南部町南部町に来ました。現在は役場の前にいます。山梨県の南部町南部町南部せんべい、南部せんべいといったら東北省で大変有名なせんべいなんですけども、それと関わりがある町なんとも語らっしゃると思うんですけども、それとは関わりがなくて、でも大変東北省ではゆかりがある町なんですけども、でこちらの看板がある場所なんですけれども、先ほど私がいた南部町南部町の役場が目の前ですね。でこちらの国道、こちら国道52号線沿いになるんですけども、その道路の向かい側にはこれですね。めちゃめちゃでかいですよね。こちらなんですけども、道の駅富澤があるんですけども、その下に観光マップがあります。南部町なんですけども、山梨県で最も南側、静岡県に面する町になりまして、主な見どころはこちらですね。まあ、紫陽花だったりとか桜だったりとか秋の紅葉なんかがすごい綺麗な町になります。すごいいいですよね。大変自然豊かな山際で、こんな感じで山際ですよね。町はたまたま曇ってるんですけども、大変自然豊かな山際の町、それが南部町南部町になります。今回山梨県南部町南部町の魅力をこの過疎地 PR 大使の富士さんが後世のくせりで頑張っていきたいと思ってます。今回ご視聴の方よろしくお願いします。じゃあいろいろと行っていきたいと思います。行ってきます。南部町南部町の役場の方面から車の方だったら1分ぐらい、まあ、すぐこちらですね。こちらが役場なんですけども、歩きで大体30秒ぐらいでこちらです。道の駅富澤にやってきました。道の駅富澤に来て、まず一番存在感があるのがこれですね。先ほどの実だと思うんですけども、いやめちゃめちゃでかいですよね。これなんですけども、タケノコがモチーフになってるんですけども、南部町南部町っていうのは春のタケノコが大変有名な町になるそうで、これですね、ここにも書いてある通り4月の中旬頃にはタケノコ祭りも開催されるそうです。すごいですよね。タケノコ祭りではタケノコが販売されたりとか、竹を利用した竹細工などもできるそうです。すごいですね。道の駅富澤施設なんですけども、まずこちらが新鮮な野菜やお土産、食堂、食べ物が食べられるエリアになります。外のところにはソフトクリームが食べられるエリアもあります。こんな感じなんですけども、今日はたまたま寒いのでやってないそうなんですけども、ちゃんと営業してるのでご安心ください。駐車場なんですけども、大体20台ぐらい止めるスペースと大型バスなども止められるスペースもあります。じゃあ早速道の駅富澤の中行っていきたいと思います。道の駅富澤なんですけども、こじんまりとしている、そんなに大きくない道の駅なんですけども、ちゃんと品数が豊富なのでご安心ください。こんな感じで、やっぱり山梨県というのはフルーツ、ぶどうとかも大変有名なので、フルーツとかも大変充実していますね。こんな感じですね。いいですね。道の駅富澤や南部町南部町で一番有名なのはこれですね。生姜ですね。生姜が大変有名だそうです。コロッケやお惣菜、惣菜など買えるエリアや、奥にはサンサン食堂といって食べ物が食べられるエリアもちゃんとあります。サンサン食堂の中なんですけども、そばやうどん、さまざまな定食など食べられて、すごいですね。値段もそこまで高くないです。道の駅富澤の営業時間なんですけども、平日は午前8時30分から午後の18時まで、土日祝日なんですけども30分早く8時から18時まで、サンサン食堂なんですけども朝の始まる時間は同じで15時までです。ぜひ皆さん南部町南部町に来られた方は道の駅富澤に来てみてはいかがですか。大変品数も充実しているので大変おすすめです。南部町南部町の役場の方面から車の方だったら20分ぐらいでこちらです。白鳥山森林公園にやってきました。白鳥山森林公園に来られる方なんですけども、駐車場がもう本当にここから先何もないですけども、ちゃんとスペースもあって、こんな感じですね。なんか変な遊具とかあったりとか、ブランコですね、休めるスペースとか、奥にはトイレがあったんですけども、トイレはまあ綺麗じゃなかったですね。利用しない方がいいと思います。で来られる方なんですけど、駐車場はこんな感じで砂利道で、計大体5台分ぐらいのスペースがあります。来られる方なんですけども、一応白鳥山森林公園というのは恋人の聖地みたいなんですけども、なんか途中ゴルフ場を通ったりとか、もう本当に不安になるような山道だったんで、本当一見これ大丈夫かなって思う方いらっしゃると思うんですけども、ご安心ください。こんな感じでちゃんとつながっていて、ドン付きのところに駐車場があります。ちょっと恋人の聖地にしてはちょっと怖いんですけども、ちょっとやばいやつと思われるかもしれないですけども、ちゃんと恋人の聖地がちゃんとあるのでご安心ください。白鳥山森林公園の駐車のところに説明場があって、白鳥山森林公園の見どころと書いてあります。白鳥山森林公園の白鳥山なんですけども、標高が約567メートルもある山になるそうです。意外と高いですよね。そして2007年に恋人の聖地としても登録されたそうです。びっくりですね。で白鳥山なんですけども、もともと戦国時代の頃に甲州といったら武田氏の本基地があった場所なんですけども、甲州と駿河といったら静岡県、もともと今川氏やその後徳川氏が住んだお城がある場所なんですけども、そのちょうど国境の場所がこの白鳥山になるそうです。見どころは
谷やのろし台などさまざまな戦国時代に作られた遺跡なども見ることができるそうです。白鳥山森林公園の駐車場は少し離れていまして、入り口のとこまでだいたい 100m ぐらい離れているので気をつけてください。じゃあ早速恋人の聖地白鳥山森林公園の白鳥山山頂の方に行ってみたいと思います。入り口がこちらになります。木の階段を登っていきたいと思います。行かれる方なんですけども、だいたいここから行きで15分ぐらい、帰りで10分ぐらいかかるそうです。だいたい下のところから歩いて10分ぐらいですね。こちらです。のろし台ですね。もともと煙をもくもくしていたのろし台のところにやってきました。すごいです。ちょっとこんもりとして高台になってますね。来られる方なんですけども、ちょっと鬱蒼としてんので熊鈴など持ってきた方がいいと思いますね。いやーでもこっちですね、景色は良さそうですね。先ほどののろし台のところからすぐ近くにあった広場のところがこれですね。いやーちゃんと恋人の聖地みたいになってますね。れっきとした来られる方なんですけども、本当にちょっと危険そうだったんで熊鈴とか持ってきた方がいいと思います。いやーでもすごいですね、こんな感じで見れるそうですね。まあ今日はたまたま今日はまあ曇ってたんですけども、本来だったらこんな感じで見れるそうですね。これですね、こんな感じでちゃんとハートの中に富士山が見れるそうなんで、ぜひぜひご興味ある方いましたら白鳥山森林公園の景色を見に来てみてはいかがですか。多分絶対絶景だと思われる富士山のハートの中に収められた映像を見ることができるので大変おすすめです。南部町南部町の役場の方面から車の方だったら10分ぐらいでこちらです。南部町アルカディア文化館にやってきました。南部町アルカディア文化館の中なんですけども、1階のスペースが図書館ですね。よくいろんなところにあると思うんですけども、図書館のスペースになりまして、見どころが2階ですね。こちらの美術館のエリアなんですけども、こちらに近藤浩一郎という方がいるんですけども、近藤浩一郎という方なんですけども、明治時代の水墨画、水墨画というのは墨で絵を描く絵なんですけども、その大変有名な絵が飾ってあるのがこちらの南部町アルカディア文化館の2階の美術館のエリアにあります。南部町アルカディア文化館に来られる方なんですけども、駐車場がだいたいここで30台ぐらいのスペースがあって、奥にも40台ぐらいのスペースがあるので、計70台から80台ぐらい止めるスペースがあります。南部町アルカディア文化館の中に入ってきたんですけども、1階のエリアが図書館のエリアになります。小さなお子様がいっぱいでいいですね。本もたくさんあります。見どころがこちらですね、2階のエリアですね。さあ早速近藤浩一郎の美術館の方行ってみたいと思います。2階が近藤浩一郎記念美術館になっているので、すごい綺麗ですよね。中も広いですね。近藤浩一郎記念美術館なんですけども、一部有料の施設なんですけども、大人が300円で小中学生が200円で見ることができます。このエリアだったりとか奥ですね、こちらのエリアは無料で見ることができるんですけども、奥のエリアですね、奥のエリアは有料の施設になります。では早速近藤浩一郎記念美術館の方見ていきたいと思います。まずこちらが第一会場になります。こちらは無料で見ることができるんですけども、特別な展示がなければ無料で見ることができます。広いですね、いいですね。こちらも特別な記念がなければ無料で見ることができる第二会場になります。広いですね。第一会場も広くて数も多いですね。いいですね。で、一番奥の部屋が有料の施設になります。こちらです。近藤浩一郎記念美術館の有料の施設の方なんですけども、やっぱり無料のところと違いますね。広くて品も大変多く、多分相当貴重だと思うんですけれども、すごいですね。たくさんの近藤浩一郎さんが描き溜めた水墨画を見ることができます。中には水墨画を描くときに使ったアトリエの部屋の様子や、水墨画を描くときに利用していた愛用の筆や将来描いた水墨画をさまざま見ることができます。いいですね、いっぱいありますね。奥の方が代表作になるそうです。実はもう一つ見どころがありまして、近藤浩一の水墨画とは関係ないんですけども、こちらですね、こちらの部屋が見どころになります。こちらの資料室なんですけども、近藤貴族という方の資料室なんですけども、すごいですよね。さまざまな歴史のある品がいっぱいありますよね。じゃあなんで近藤浩一郎の記念美術館の方にこの近藤貴族の資料室があるかというのは理由がありまして、もともとは近藤貴族という方の子孫が近藤浩一郎になります。近藤貴族なんですけども、天保の江戸時代に南部町の南部塾、もともと宿場があったんですけども、南部塾の本陣の近藤家の長男として生まれた方になるそうです。南部塾の本陣というのは大名が泊まる宿泊施設になりまして、現在に例えると高級ホテルですね。そこに生まれた近藤貴族なんですけれども、南部町についてさまざまな支援をしていまして、例えば美容院建てたりとかもしたそうです。すごいですね。そのため山梨県でも大変有名な偉人の50人にも数えられる一人になっているそうです。すごいですね。近藤浩一郎記念美術館の営業時間なんですけども、こちらに書いてあるんですけど、こちらですね、
毎週月曜日が休みで、営業時間なんですけども午前9時半から午後の17時まで、最終入館が16時30分までです。ぜひぜひ南部町南部町に来られた方は南部町アルカディア文化館に来てみてはいかがですか。さまざまな水墨画や資料など見ることができるので大変おすすめです。南部町南部町の役場の方面から車の方だったら15分ぐらいでこちらです。道の駅南部にやってきました。道の駅南部なんですけどもすごい広いですよね。ドッグランとかもあったりとかしていてすごいですね。でこちらが駐車場のエリアなんですけども、だいたい30台から40台ぐらい停めるスペースがあります。すぐそばに説明があって道の駅南部と書いてあります。道の駅南部なんですけども平成29年にできた道の駅南部、新しいですよね。でこちらにマップがあるんですけども、今私が言うのはこの現在地にあたるちょっとここですね、ここにいるんですけども、ちょっとこの建物が子供などが遊ばせられるキッズルームになるそうです。すごいですね、綺麗ですね、綺麗作られてて、で奥のエリアが名産物やお土産、そしてちょっとした資料館もあるそうです。平成29年にできた道の駅南部はすごい綺麗ですよね。外に食べられるエリアだったりとか、あとフルーツとかも売ってたりとか、出店なんかもあったりとかしていいですね。先ほどの現在地帰ってた目の前のところがこれですね、キッズエリアになります。でこちらのエリアなんですけども、こちらのエリアではお土産や新鮮な野菜やちょっとした資料館などがある南部村の駅になるそうです。中も大変広くていいですね。多くの人が大変にぎわっています。中にはやっぱりフルーツですね、ぶどうやったりとかいろいろな種類があります。この他にも南部町南部町なんですけども、お茶が大変有名な町になりまして、やっぱり静岡県に面しているだけあってお茶が大変有名なんですね。このように試食なんかもできたりとかしていていいですね。色もめちゃめちゃ濃いですね。じゃあ飲んでみます。めちゃめちゃ濃いですね。ちょっと玄米が混ざってるかもしれないです。その他にも南部町南部町で採れたお茶を利用した南部茶クッキーサンドや、その他にも山梨県はワインが有名なのでいろんな種類のお酒だったりとかワインがあっていいです。奥には南部喜び茶食堂といってレストランフロアもあるそうです。中では南部茶入りのそば690円、思ったよりも安いですね。だったりとかラーメンだったりとかマグロだったりとかカツだったりとか、あとこちらですね、デザートも充実していまして、モンブランですね、茶入りの、すごいですね、美味しそうですね。こうやったりとかソフトクリームもあるそうです。いいですね。喜びのお茶を全国ということで、今回はこちらですね、抹茶ソフトですね、南部茶の350円でした。じゃあ早速食べてみたいと思います。めちゃめちゃ美味しそうですね、色も濃くて。いただきます。めちゃくちゃ濃厚ですね。あと雰囲気なんですけど、本当に抹茶を食べてる感じですね。本当に濃すぎてチョコレートを食べてるような感じもするんですけれども、味も大変美味しいので、ぜひぜひご興味ある方いましたら道の駅南部で南部茶ソフトを食べてみてはいかがですか。大変美味しいのでおすすめです。道の駅南部の奥の方には南部町南部町を知るきっかけとなる場所がありまして、こちらに展示室があるんですけども、なかなか観光客の方は行かないんですけども、こちらですね、奥には南部市発祥の地南部市展示室があります。南部市発祥の地、南部市と何か関係あるのと思う方いらっしゃると思うんですけども、南部市というのは、南部せんべいというのは東北省大変有名なせんべいなんですけども、もともとはこちらが南部市が発祥した町になるそうです。下にはちょうどいいマップがありまして、南部市といったら東北省、東北省で大変有名なのはちょうどこちらですね、岩手県の県庁所在地の盛岡ですね。盛岡城が大変有名だと思うんですけども、もともとはこれですね、こんな離れてる山梨県の南部町南部町が発祥したほどになってるそうです。南部市が歴史上に出てきたのは12世紀の平氏と源氏が戦っている、バチャバチャしていた戦いの時に有名だったそうです。その後富士川の戦いで有名になって、もともとは源氏の3代の鏡東光という方の三男の光行という方が南部氏発祥のルーツの方になるそうです。その後南部光行は鎌倉幕府の源氏に仕え、奥州平泉、奥州平泉といったら源義経ですね、弁慶で大変有名だと思うんですけども、その戦いを勝ちまして、そしたら鎌倉幕府の方からよく頑張りました、これから奥州の地を治めてくださいということで、奥州の地現在の岩手県を与えられて、そして南部氏が岩手県で大変有名だったそうです。まさか南部氏発祥が山梨県の南部町南部町とは意外でしたね。このように資料などもたくさんあっていいですね。展示室の方には様々な資料だったりとかありますね。道の駅南部の営業時間なんですけども、午前9時から午後の17時まで、レストランエリアが午前10時から午後の17時まで、ラストオードが16時までです。ぜひぜひ南部町南部町に来られた方は道の駅南部に来てみてはいかがですか。南部市についての歴史や様々な野菜や新鮮な南部茶を食べることができるので大変おすすめです。南部町南部町の役場の方面から車の方だったら10分ぐらいでこちらです。南部寺にやってきました。南部寺なんですけども、大変地元の方からも愛されてるお店になりまして、名物はこれですね、釜飯と書いたんですけども、実は釜飯も名物なんですけども、もっと名物がこれですね、唐揚げがすごい名物みたいです。すごいですね、
地元の方にも大変お勧めしていただきました。ジャンプ寺の中に入ってきました。雰囲気なんですけれども、下町の愛されてるお店だなっていう雰囲気です。中なんですけれども、このようなこんな畳のエリア、畳だったりとか、あとはこのようにテーブルのエリアもあります。メニューなんですけど、メニューはこちらになります。名物の釜飯なんですけれども、五目だったりとか山菜だったりとか様々な種類がありますね。いいですね。値段なんですけども、980円で言って、まあ、そこまで高くないかもしれないですね。で、定食などもあります。1700円です。出てくるまで20分かかりそうです。で、他にも名物がありまして、それがこちらですね。これです。唐揚げ定食ですね。値段も安くて、だいたい750円ぐらいで食べられるそうです。いいですね。今回頼んだものはこちらにしました。やっぱり一番の名物の釜飯ですね。やっぱこれを食べないと始まらないんで。で、これですね、釜開けてみますね。おお、すごいですね。今回なんですけども、五目釜飯にしました。エビも入っていていいですね。早速釜飯食べたいと思います。なかなか釜飯なんて食べないですよね。手ごてとかで食べられないかもしれないですね。どうなんですかね。お、焦げもちゃんとありますね。五目釜飯単品で頼んだんですけども、意外と量もあって、まだこんな感じで残っていますね。で、こちらですね。いや、めちゃめちゃ美味しそうですね。で、なんか煮豆だったりとか漬物もありますね。じゃあ早速釜飯食べたいと思います。美味しそうですね。タケノコとかキノコもいっぱい入っていていいですね。エビが入ってるのはちょっと意外でした。じゃあ食べたいと思います。いただきます。キノコの出汁もちゃんと効いていていいですね。味なんですけども、米にもちゃんとついていてしっかりとしているので、ぜひぜひご興味があるといましたら、南部寺の五目釜飯食べてみてください。大変品のおすすめです。南部町南部町の役場の方面から車の方だったら20分から25分ぐらいで、こちらです。奥山温泉にやってきました。奥山温泉に車で来られる方なんですけども、駐車場もだいたい20台ぐらいのスペースがありますね。駐車場すごい綺麗なんですけども、来られる方は本当に運転初心者の方はやめといた方がいいと思います。来られる方はもう運転上級者じゃないとなかなか難しいかもしれない。結構初めの方は良かったんですけども、途中の橋とかのあたりはもうすごいボコボコだったりとか、石とかも崩れていたので、来られる方は本当に気をつけてください。すごいですよ。中もめちゃめちゃ綺麗で、山奥にあるとは誰にも思えないぐらい綺麗です。お土産なんか持っていていいですね。で、キャンプとかのグッズとかもあったりとかしていて、こんな感じですよ。珍しいですよね。で、奥の方にはこれですね、薪なんかも出たりとか、すごいですよね。暖炉もあっていいですね。食事もできるそうで、様々な食事を食べることができます。すごいですね、こんな山奥なのに。奥が浴室になります。奥山温泉の浴室の中まで撮らせていただきました。本当ありがとうございます。中なんですけれども、こんな感じですね。お湯無色透明で、でもすごい硫黄の匂いがするんで、本当に温泉だなって感じがしますね。で、中なんですけれども、サウナなんかもあるそうです。すごいですね。そしてこちらですよね。やっぱり温泉といったらこちらですよね。露天風呂ですよね。いやー、でもすごいですよ。めちゃめちゃ山もほんと近くて、本当に紅葉の時期だったらほんと綺麗というふうに伺ったので、11月の中頃ですね、中旬ぐらいに来ると一番見頃になるそうなので、ぜひぜひご興味ある方いましたら、11月の中旬頃に奥山温泉に来てみてはいかがですか。大変綺麗な紅葉を見ることができるので大変おすすめです。奥山温泉なんですけども、日帰り入浴と宿泊がしていまして、日帰りの方だったらこちらになります。大人が中学生以上の方だったら900円、小学生以下の方だったら450円入ることができます。町内の方はもう少し安くなるそうです。宿泊される方なんですけども、こちらにパンフレットがあるんですけれども、金土日しか泊まることはできないんですけれども、大体1名あたり大人が8000円と別途入浴税だけで泊まることができるそうです。すごいですね。こんな安いとは思わないですよね。食事もちゃんとつくそうです。すごいですね。ぜひぜひ南部町南部町来られた方は奥山温泉に来てみてはいかがですか。観光した疲れを癒すことができるのは大変おすすめです。来られる方は運転ちょっと基本的に気をつけてください。大変でもおすすめなのでおすすめです。いつもご視聴していただきありがとうございます。今回は山梨県の南部町南部町が過疎地ということで来たんですけども、いや、見どころ満載でしたね。本当に良かったですね。奥山温泉も、いや、本当想像絶するほど山奥なんですけども、こんなに綺麗な施設がこんな山奥にあるとは思わなかったので、大変おすすめです。良かったです。他にも南部町南部町がまさか盛岡の出身の南部市との大変ゆかりのある町だとは思わなかったので、いやー、すごいですね。なかなかやっぱ過疎地というのはそういう普段知らない情報なども知ることができるので、ぜひぜひご興味ある方いましたら、まずは観光に来ていただき、
本当にいいなと思った方がいましたら、さまざまな過疎地の旅行観光などしていただけますと、私富士山大変嬉しくて爆発しますので、よろしくお願いします。今回は山梨県南部町南部町が過疎地ということで来たんですけども、これからも富士山歩の方では過疎地の旅行観光グルメなどの情報など発信したいと思っています。もし観光に来ていただき本当にいいなと思った方がいましたら、ぜひぜひ移住などご検討していただけますと、私富士山大変嬉しくて爆発しますので、よろしくお願いします。今回もご視聴していただきありがとうございました。失礼いたします。